お世話になります。ひとりでございます。リメイクだよ、ダイパキッズ集合。2021年2月27日に我らがダイヤモンドパールのリメイク、俗に言うダイパリメイクがついに情報公開されました。そんな情報は多くないですが、今回はこのダイパリメイクの注目すべき点をまとめて考察しつつご紹介したいと思います。ゲームタイトル、まずはダイパリメイクのタイトルについてですが、ブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールとなっております。英語的な意味ではほぼ同義語で、微妙にニュアンスが違うだけです。私は英語に詳しくないので調べた情報ですが、シャイニングが反射して光っているような感じで、ブリリアントは自発的に光っているような感じで、ブリリアントの方が光り方が強いというニュアンスがあるとのことです。だからちょうどハートゴールド、ソウルシルバーくらい意味が似た言葉ということですね。まあ当然ですけどね。あまり我々日本人には意味の微妙な違いが伝わらないですが、まあかっこいいからいいでしょう。ちなみにツイッターで考察されていましたが、ブリリアントは好奇という言葉が当てはめられて好奇、シャイニングは光り輝くという言葉が当てはめられて光と、ダイヤモンドパールの主人公の名前になっているのではと言われていました。確かに納得いくようなものですが、これは信じるか信じないかはあなた次第です案件ですね。あとちょっと言いたいのは、ブリリアントって特に言いにくいですので、滑舌の悪い私ではこのシリーズを実況できる自信がありません。気使ってくれよ。ゲーム内容は基本はほぼ原作まんまの再現となるのが濃厚そうです。公式サイトにもわざわざご丁寧に、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールではポケットモンスターダイヤモンドパールに登場したポケモンたちと冒険することができるよ。主人公は最初のパートナーとなるポケモン、ナエトル、ヒコザル、ポッチャマの中から一匹を選び旅立つぞと書かれており、伝説ポケモンディアルガ・パルキアもブラックキュレム的なちょっと変わった見た目になったり しておらず、完全にそのまま登場するようですね。ストーリーもそのまま再現っぽくて、例のドンのところも完全再現みたいな感じで、最初のピエロの下りも強調して PV に出ていましたし、再現ぶりがえげつないですね。バトルのシーンを見てみても特に変わったところはないような感じで、もちろんモーションとかは剣立て的にちゃんと動いて技を出していますが、基本システムとかも変わりはなさそうです。ですが公式サイトをよく見てみると、ストーリーは当時の内容が忠実に再現され、さまざまな遊びが任天堂スイッチで色鮮やかに蘇りますとあり、ストーリーはとあるので、もしかしたらピカブイ的な感じで連れ歩きできたり、何かしらの新しい要素はあるかもしれないですね。雰囲気がピカブイ的な感じはあるので、ポケモン GO との連携とかももしかしたらあるかもですね。謎の場所はあってくれ。7万3000歩歩きたいんだよ。グラフィック、あえてゲーム内容と分けたのは分けて語る必要があるからです。ネット上でもかなり賛否両論のようで、というのもグラフィックは剣盾的ではなく、良くも悪くもより原作である本家ダイパ的であるからです。ご覧いただければ分かるでしょう。私は一見別のゲームかとも思いましたが、これはダイパリメイクです。一言で言えばドット絵をそのまま CG にした感じです。よく見ると家や街、人など全てがほぼ完璧に再現されつつ、質感が良くなった感じで素晴らしいですよね。看板とかも当時のままで、スノータウンの花の感じの再現も当時ですらめちゃくちゃ鮮やかですげえと思ったかもしれませんが、こちらも素晴らしいという言葉につきます。あとは湖の水の質感が美しいです。ここだけやけに本物の水感が異常ですよね。ただ今剣盾に慣れた我々にとったら、この二等身的パープロ的なキャラクターは結構違和感があるのではないでしょうか。キャラクターに限らず、街もポケモンも全体的にテカテカしてて、剣盾はもっとプレイステーション的というかリアルに人が存在している感じですが、ダイパリメイクはいかにもゲーム的です。私は実況動画で上げてるんですが、ゼルダの夢を見る島というゲームのニュアンスにすごく近いと思います。ちなみにこの作品もリメイクです。特に剣盾に慣れていると、例えば草むらでポケモンと遭遇した時に、このダイパリメイクでは主人公の頭身が変わってちゃんと人型になるんですよね。当時は違和感がありませんでしたが、この画質でやるとちょっと違和感は否めないでしょう。ポケモンも剣盾と比較すると本物の動物的な感じが薄れ、いかにもゲーム的な感じはあるかと思います。ただそれは逆に原作の再現度が高いとも言えるので、人の趣味思考によって良くも悪くも捉えられ、まさに賛否両論と言って
ていいでしょう。開発会社、これは先ほどのグラフィックとも関わってきますが、実はこういうグラフィックなだけあって、開発はゲームフリークではありません。開発会社は株式会社イルカという映画、テレビ、アニメ、ゲームなどの映像制作会社です。この株式会社イルカはこの会社だけで何か作品があるというよりは 3DCG 制作を主にやっているようで、ドラクエやラブライブなどで 3DCG に関わる部分を担当していたりするみたいですね。とはいえ、もちろんゲームフリークからもディレクターとして、あの増田純一氏が参加ということで、ダイパ当時増田さんがディレクターでしたから、まさにリメイクしてくれるみたいですね。で、増田さんは参加しているんですが、開発自体はイルカなので、あのような感じのグラフィックとなっているわけです。みんなの期待が超でかかったダイパだけに、ゲームフリークが開発じゃないことに残念に思ってる人はまあ多いみたいですね。まあでも、その代わりに後で説明するゲームフリークの異例すぎる新たな試みができるようになったと思いますので、まあダイパが犠牲になったみたいな感じなんですが、そういう意味では残念ではないかもしれません。発売日、発売日は細かく明言されていませんが、目安は公開されました。ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは2021年の冬世界同時発売と表現されていて、おそらくポケモンシリーズの例年通り11月後半あたりに発売されるのではと思われます。で、ここまで触れませんでしたが、実はポケモンレジェンズアルセウスという作品も情報公開され、こちらは別の動画で詳しく解説しますが、こちらの作品は2022年初頭発売ということで、かなりダイパとキンキンなんですよね。初頭の定義が曖昧なので正確な考察は難しいですが、これだけ大型の作品たちがおそらく半年以内に連続で発売されるってマジで異例すぎですよね。こんなに作品がほぼ同時で、先ほども言いましたがダイパリメイクの開発はイルカなので、ダイパリメイクはやっぱり外伝的な位置づけとも考えられますよね。もちろんレジェンズの方が御三家が日の嵐、木炉、ミジュマルという異質の組み合わせで、かつアルセウスがテーマで、実質的な剣盾の追加バージョン的な位置づけかもしれませんけどね。しかも舞台が神王地方で、新しいポケモンも出る感じではなかったですしね。むずい。互換性、今回の PV では互換性については明言されませんでした。なのでここの話は完全に考察であり事実ではないのでご注意ください。ですが、おそらくダイパリメイクには互換性はないと個人的に考えています。というのも、まず先ほども言った通り、開発会社がゲームフリークではないので、ポケモン本編の作品ではあるんでしょうが、本編だけど外伝的な扱いになりそうな気もします。つまりピカブイ的な感じということですね。そして先ほども触れましたが、レジェンズ、こちらがより本編と密接な関係っぽいんですよね。何よりもゲームフリーク制作ですし、実験的な要素はあるものの、剣盾の先を言ったようなグラフィックですし、発売時期もダイパリメイクと数ヶ月のズレくらいで、こちらで互換性は保たれるような気がします。ただやっぱり気になるのが、レジェンズもダイパリメイクも発売日が近く同じ地方ということで、もしかしたら2作品でリンクできてうんちゃらかんちゃらっていう可能性もあるかもしれません。でも少なくともダイパリメイクの伏線の動画でも挙げた通り、ダイパのポケモンで剣盾に登場してないやつがそこそこいるので、どちらかの作品で互換性はあるはずです。てか、なかったら登場できなかったポケモンはどうなっちゃう？まあでもレジェンズではアクションと RPG が融合的な表現されていたし、本編との関連性が微妙な気もしたんですけどね。まあこれは考察マジむずすぎです。最後に私個人的な感想を言わさせていただこうかなと思います。まずは再現度がえげつないってことですね。本当に当時のまんま、まさにリメイクした感じで、やっぱり初めて見た時はめちゃくちゃ感動しました。私はダイパからポケモンをやらなくなって、ダイパは大人になってからちゃんとやりましたので、正直思い入れはあまりないんですが、今すぐにでもやりたくなりました。まあそんなの言うまでもなく当然のことなんですけどね。まあただ愚痴っぽくなっちゃうし、多くの方も同じことを思っているでしょうが、私は剣盾的なグラフィックが良かったですね。というのも、私個人的にはリメイクで求めているものって、当時のゲームをやり直すっていう感覚よりは、ポケモンの世界が実際にどんなものか知りたいっていうことなんですよね。互換性とかストーリーとか云々より、例えば段差を飛び越えるところも、実際は丘みたいになっているから反対側から行けないんだとか、ヤイギリはこういう物体に対してこういう行動をしていたんだとかがリアルに見てみたいんです。
それでポケモンをもっとリアルに感じたいためにリメイクをやりたいと私は思っているんです。それが俯瞰的すぎるグラフィックだとあくまでもゲームをやっている感じでやっぱりゲームにとどまっちゃうんですよね。いやー、雪で埋まっちゃうところも実際の人の大きさで埋まったらどんな感じなのか見てみたかったな。まあでももちろんダイパリメイクはかなり楽しみにしていますし、私はどんなゲームでも結構楽しめるタイプなので、こういうゲームはこういうゲームとしてかなり期待しています。ということで今回はダイパリメイクについて語っていきましたが、皆さんはどう感じたでしょうか。ぜひコメントをいただければと思います。私から最後一言まとめとして言いたいのは、ダイパの世代パないから期待してるぜ。特に謎の場所。